よ、こんなで。オッケー。来た。左から通れ、左から。とりあえずこれで。おお、違う。はい、どうも、マモです。今回は千葉鑑定団湾岸習志野店さん、一人でやってきました。一人で来るの初めてで、いつもは心強い仲間がサポートをしてくれながらプレイしてるんですけども、まあ、クレナ3も導入されてるっていうことで初めてプレイするので、どういった結果になるかわかんないんですけども、ちょっと今回は一人で遊んでいこうと思います。それではもう早速、行ってきます。はい、では100円50枚、一気に。50枚できるのは助かりますね。いっぱい使うんで。はい、では50枚揃ったので早速やっていきましょう。最初の5000円で5個は取りたいかな。1000円で1個ペース目指していきます。よし、一旦普通の縦はめでいきましょうか。強引に戻せれば、とりあえず戻したい。あ、へい、はまれ、はまれ。お、若干滑り止めのないバーに乗ってるんで、そのまま手前に引っ張れたらもうそのまま行っちゃいます。 OK。 ちょっと手前気味から、お、やばい、手前すぎや。おう、真ん中ちょい奥ぐらい。あ、やばい、カード持ってるな。いやー、違う、さすがに。うん、出てる。はい、では2つ目はテンスラー。これは手前のバーに当ててはめるやつかな。いや、右手前の角狙って、 OK、 かかれ。いや、重心が、はまれ、はまれ。おお、なんだそれ。あー、まずい、まずい。 OK、 OK、 上がれ。で、で左入れながら上がるか。左で上げろ、左で。 OK、 これで。この辺で、そう、手前立つんかな、これ。おお、正解がわからん。無理だけど、多分。で、うん、はい、ではクレナ3ということで初挑戦。なんかいろいろ見てると色がカラフルだって聞きますけど、色を気にしてる余裕がなさそうです。ちなみに狙い分かってないんで、ご了承ください。とりあえず奥を外せたらぐらいの感じですね。来てもええよ、来てもええよ。そしてA バージョンを綺麗に取りすぎたんで、ちょっと怖いですけど、手前のカット。
さて、さて。おお。嫌な形やな。とりあえず手前の滑り止めのないバーに乗せたいかな。お願い、動いて。あ、OK。OK。あ、やば、中途半端すぎか。横にしよう思うんやけど。動きますように。あ、ちゃんと横になれ、ちゃんと横になれ。OK。来た。おー、キャブの方がいいんかな。よし。はい、じゃあ重量級のフランク。これちょっと手前狙ってみて。様子見っすね。おお、角度つけて振り上げたら終わるやつじゃん。へい。トレーナー3どうなんでしょうね。オッケー。この爪がどう左右するか。オッケー。上げろ。上げろ。上げろ。おお。もうちょっと角度つけてから振り上げた方がいいような気もする。OK。これで上げた方が確実かな。上げろ。上げろ。あーんだ。あーんだ。開いとる。縦に戻しながら行きたいんだけど、いやー、変なとこ入ってるし。なんかねじれ的にも横か横か横か。事故んなよ、事故んなよ、頼むで、事故んな、事故んな。うわあ、いや、なんか違うような気もするけど、違うような気もするけど、上がるかな、上がれ、聞いてないちょっとワーコレも触ってみましょうか。どうすればいいかわからんけど、倒れるか。ああ、もう完全に遊ばれとうね。入れ。OK。おお、遊ばれまくっとうね。お、いけそう。左から通れ、左から。おし。ちょっと箸幅広めなのでやってみましょうか。どんだけパワーが入ってるか。いやー、いいね。パワーマックスもやってみましょうか。とりあえず真ん中狙い。頭が重かったかな。あ、滑り止めも効いてないパターン。右に、OK、来た。出て、引いてないから、突きの方がいい。とりあえず、手前かな。出て。おう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 。刺さるか。あ、倒れるか。あー、やばい。とりあえず開け、開け。オッケー。あー、そこまで奥行く。
うわ、なんだそれ。はい、ではラストにしましょうか。リラックスタイムいきます。とりあえず手前狙いでいきましょうか。違う、抜けろ。ちょっとずつ角度変えたいな。ちょっと上げろ、ちょっと。あ、オッケーオッケーオッケー。ここが重そうなんで、キャブで。はい、ということで本日撮影終了しました。動画も見ていただいた通りたくさん撮ったんですけども、やっぱり一人だとなかなか厳しかったですね。また来ようと思いますので、その際はよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。